はい、運搬です。今回はですね、ついに、ルーちゃんに、プロポーズをしようと思っておりますので、指輪をね、買いに行こうと思っております。やっぱね、人生初なんでちょっと緊張しますね指輪をなんかちょっといいところで買うっていうのも結構緊張しますし、まあ、何よりプロポーズってのがすごい緊張しますねルーちゃんに自分の思いを伝えれたらなと思っております。いやー、ちょっと緊張するな。サプライズをしっかり成功させていきたいと思います。それでは行きます。ついに買うことができました。ティファニーというブランドを、買いました。人生でね、大きいなんか買い物をするのはなんか初めてなんですけれども、ルーちゃんの喜ぶ顔がなんか想像できて、買うときにちょっとにやけちゃいましたこれをつけてルーちゃんを想像して、あ、これだと思って購入しました。いずれですね、指輪をルーちゃんがつけている動画が見れるかと思いますんで、その時はぜひ温かい目で見守ってください。いや、でも緊張するけど、人生でねそんなないと思うんで、もうすごいこの日を大切にしていきたいと思います。いや、楽しみ。バイバイ。残り3日となりました。車での撮影となりますけど、ご了承ください。いやー、でもすごい緊張もあり、ちょっと楽しみでもありますね。いや、ルーちゃんが喜んでくれるかどうか、自分も期待しております。明日で残り2日となるんですけど、頑張ります。うん。はい、運搬です。いや、いよいよ明日になりましたね。いや、こうやってね、動画を撮るのも最後と思うとちょっと寂しいですけれども、明日がちょっと楽しみになってきました。今まで、普通の iPhone のインカメで撮ってたんですけど、まあ仕事終わりでね、髪もボサボサ、もう何も整ってない状態なんで、ちょっと最終日のこの日だけちょっとソーダで撮らせていただきます。すいません。あー、緊張するなー。明日ルーちゃん、どんな顔するかなー。はい、皆さんこんにちは、運搬です。本日はですね、なんとプロポーズ当日です。しっかりね、思いを込めて書いたんで、いやね、これでルーちゃんが喜んでくれて、まあプロポーズ大成功という風になりたいと思いますんで、頑張っていきます今ご飯食べて、ルーちゃんは売店にちょっとね、飲み物を買いに行きました。この間にちょっとね、用意しようかなと思います。まず場所はやっぱりここがいいかな。用意した方かな。マジか。でも足痛い。うん。あ。よいしょ。まあ、とりあえずあっちのカメラセット完了です。またルーちゃんが来るのを待つだけですね。ワクワク。用意しました。ちゃんとね、いろいろ書いて、これでルーちゃんも喜んでくれると思います。そうそう、来るかな、ルーちゃん。あ、来た。やばい、グッドタイミングや。はいはい。しょ、何撮ってんのまあまあ、来て。何来て。うん来てって何。来てください。どういうこと？何？よいしょ。よいしょ。座って。何？うんうん。あ、もしかして2回目？今回はね、手紙書いてきた。がっつい手紙じゃん。いっぱい書いた。もう泣きそう。もう泣きそう。もう涙出てる。もうルーちゃんも。ルーちゃんへ、今までの思いをすべて伝えたいので手紙にしました。
もう泣かないでよ、先に自分がなっちゃって。そうね、この5年、本当にいろいろなことがありましたね。まず、付き合って1年目の時、私は新社会人、ルーちゃんは学生でしたね。お互いの気持ちも、お金も余裕なくて、まあ、よく喧嘩しました。今思い出すと笑えることですけど、遊園地に遊びに行ってね、フリーパスが1人6000円ぐらいで、なんか急にルーちゃんが不機嫌になって、高いからやめたいって言ってね、お金がなかったからねそこで喧嘩したよね。まあその時俺はとても遊びたかったんだけど、俺もお金がなかったんでやめちゃったんだよやっぱ今思うとね、ルーちゃんにやっぱ申し訳なかったなってちょっと反省してます。まあ、特にね、1年目はね、遠距離でなかなか会えず、お互いね、悲しい思いをしたと思うんですけど、毎日電話してね、バカみたいに笑ってたね。でもね、俺がね、仕事で辛そうな時、電話でもすぐに気がついてくれて、入りましてくれてありがとう。本当嬉しかった。ね、仕事もね、やめようかと思った時もあったんだけど、ルーちゃんのおかげで今の私がいます。でもね、 YouTube を始めるって言った時ね、正直びっくりしたの。びっくりと同時にかっこいいなと思った。俺は表に出て仕事をすることがね、なかなか性格上できないんだけど、ルーちゃんはね、表に出て何でも挑戦するっていう気持ちがね、すごいかっこいいなって思いました。で、YouTube はね、企画を考える時間、編集する時間がね、すごく多くて、正直ね、少しルーちゃん取られた気分で寂しかった。そう。でもね、お互いなんか話し合ってね、作る動画とても楽しかったし、今となってはいい思い出かなって思います。発達してきたところに、私の転勤が決まりました。正直ルーちゃんの仕事は東京の方がやりやすいから、俺は東京にいてもいいよってルーちゃんに言ったと思うんだけど、その時ルーちゃん、遠距離はしたくない。私が日本にいるのはあなたがいるから。私はあなたがいないといる意味ないから台湾に帰る。うん、だからずっと一緒にいたいです。とても嬉しかった。逆にプロポーズされたみたいな。ね。1年前から。そう。でね、本当ね、その時言葉がね、口に出ないほどね、感動した。ルーちゃんすごい覚悟を決めてくれてたんだなと思って。ありがとう。それでね、熊本に一緒に行くことになって、私もね、とても嬉しかった。熊本に来てからルーちゃんに辛い出来事がね、たくさん重なっちゃったよね。笑顔も少なくなって、俺もとても悲しい気持ちになった。仕事が忙しくてなかなか一緒にね、言えなくて本当ごめんなさい。全然大丈夫だから。今後はね、二度とルーちゃんを泣かせないように、ルーちゃんのことを第一に考えて動きます。ルーちゃんと楽しい時も辛い時もずっと一緒にいたいです。必ず幸せします。幸せな家族になりましょうなりますよ。取ったじゃん結婚してください。は、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします幸せな家族を作りましょう。うん、成功絶対成功するでしょじゃあみんな見して、あ、感想述べですね。ちょっと手洗おうか、緊張した。这次是文当第二次的求婚第一次的时候因为在他的同事面前，所以我就很紧张这样。あれ花なもあるそう、なんで桜です。え、ありがとう。なんで花なの。あなたは好きでしょ。花好きです。ちゃんとね、メッセージも書いたの。本当だ。ルーちゃんへ、これからは家族として幸せになりましょう。愛してます。おしかもね、いつもね、花のセンスがないって言われるので、もう確実な赤いバラにしましたいや、もうめちゃめちゃ最初泣いちゃった。うん、あなた最初から泣いてたねそう、最初1回目の時はね、ルーちゃんをね、びっくりさせてしまったから今回は2人きりの空間で、まあ、しっかりね、思いを全て伝えたいなと思って手紙にも書いて。ありがとう。2回目本当会うと思わなかったもう一つサプライズあるんだよ。え、実は何。ジャジャからも。ジャジャ、え、もうね、ジャジャもう泣くそう、もうジャジャが泣くそうだよメッセージもらったの。はーい、ルーちゃん、ルーちゃん姐姐、めっちゃ可愛い、あ、ね、かわいい。
拜拜来拍拍手拍拍手拍拍手ね、かわいい ねお茶さんにお願いして、いや、俺の時より泣いてるだって友達にお願いすると思わなかったもん。あともう一人、もう一人ちょっと動画恥ずかしいからってあれなんだけど、しおちゃん、あ、北海道の友達、うん、文章いただきました。あ、文章長い読んで。優しいね、しおちゃん。しおちゃん、とちゃちゃん、ありがとう。手伝ってくれてありがとうございました。るーちゃんもこのように感動してます。めっちゃ嬉しい。よかった。だからあなたのより嬉しいよ。超大変だよ。嬉しかったよ。ね、よかった。僕があげた指輪、みんな見せてあげて。ここ。正直にるーちゃん、指輪そんなこだわらないんですよ。あ、500円、1000円もいいよっていつも言ってるんだけど。でも私のことすごい思っててくれて、指輪こっそり買いに行ったので、その思いがもう感動するので、ね、もうね、とても調べて調べて店員さんとも話して、シェシェムタンブパチシェシェタちゃん、我们两个会继续开开心心的过生活，これからもよろしくお願いします。みんなもワンタンもねお願いします。うん、じゃあこれからはね、ルーちゃんと幸せな家族になります。これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイ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 。これね、もともと10本だったの。でもね、追加して20本にしたの。あ、お金も追加した。うん、1万円1万円高いね。これ持って帰る。持って帰るでしょ。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても